グリザイアの迷宮。はじめからよ。¿Cómo están, maldito degenerado? Bienvenidos al inicio de un nuevo Grisaia en el canal. Este vendría a ser el juego que le seguiría a Grisaia no Kajitsu. Antes de entrar de lleno al punto, menciono que, como voy jugando, voy grabando, por lo que no sé absolutamente nada del juego, salvo de lo que va la trama principal en sí, ya que me vi el anime, pero como se vio en Grisaia no Kajitsu, hubo muchas cosas diferentes al anime, por lo tanto cualquier explicación que dé, es en base a lo que observé y vi en el anime y en la sinopsis del juego. Ok, dicho eso, ahora, según se puede ver, al parecer se puede seleccionar directamente las rutas, pero lo que sí, no estoy seguro si hay o no opciones que voten finales malos. Es más, ni siquiera sé si hay finales malos, ya que no pude encontrar una guía, ¿vale? Las rutas aquí son las secuelas de las de Grisaia por cómo se ve, así que supongo que ya estará en un romance, pero vale, eso se verá en futuras partes. Pues bien, daré inicio con la ruta común. Como es normal, según se observa, la ruta común al parecer se va a basar en el pasado de Yuji, ya que es la ruta común. Lamentablemente no habrá suculencia, pero puede que haya uno que otro piquete. Antes de dar inicio, menciono que el juego está totalmente en inglés. Los traductores de Grisaia no Kajitsu decidieron no traducir nada más de Grisaia, ya que tuvieron ciertos problemas, que les dejó una muy mala experiencia con el juego. Tampoco hay nadie más que se haya puesto a traducir los juegos de Grisaia, lamentablemente, por lo tanto estaré usando un programa llamado Textractor, el cual traduce el texto. Lo que sí es que usa el traductor de Google, por lo que habrá errores en la traducción, pero no impiden que se entienda. Pues bien, sin más, vamos ahí. Woo!
やめろサメマン、一般人を巻き込むような戦い方はやめるんだ。ふん、甘いなマグロマン、人間など守ってどうする。人間がお前に何をしてくれた。対テロ戦争という名の内戦が続いたこの国で生物兵器として生み出され、戦争が終われば化け物扱いだ。そんなお前がなぜ人間の味方をする。人間など命の母である海を汚し地球を腐らせるだけの存在だ。それがなぜわからない。違う、断じて違う。人間はそれだけの存在じゃない。人間には愛がある。清らかな海水のごとく透き通った愛がある。お前こそなぜそれに気がつかないんだサメマン。それは俺がサメだからだ。このわからずやめ。言ってわからないのならトロでも食らえ。トロトロトロ。気仙沼カット。何？トロが打ち消された。次はこちらの攻撃だ。食らえダボー気仙沼カット。うわあ、この番組改編期にテコ入れとして登場した謎の超人サメマン、果たしてサメマンは敵なのか味方なのか。あー、なんか愛とか分かりやすいキーワード出てるし、きっと戦いに傷ついたサメマンを人間の女の子が看病して愛に目覚める的な展開になるのは分かってるのよ。でも今は敵。頑張れマグロマン、サメマンなんかに負けちゃダメなのよ。気づいてサメマン、早く愛の尊さに気がついて。あなたはちょっと生きるのが不器用なだけなの。もっと上手に生きて、サメだけに上手に生きて。ちょっとうるさいわよ、私今勉強してるんだから静かにしなさいよね。勉強？なぜそんな無駄なことを？来週数学の追試があるのよ。っていうか無駄って言うな。頑張ってるよ、私頑張ってるよ。マグロとかサメよりも私を応援しなさいよ、あんたらも。それは自業自得でしょ。そんなあなたの勉強に付き合わされている私の身にもなってほしいわね。兄よ、あんた勉強教えてくれるって言ったくせに、さっきからずっと本ばっかり読んで全然教えてくれないじゃない。わからないところがあったら言いなさいって私言ったわよね。そうしたらあなたなんて答えたかしら。大体全部わかりません。そうね、次に私はじゃあどれがわかるのって聞いたわよね。それに対するあなたの返答は。一つもわかりません。正直でよろしい。わかってもいないくせにわかっているふりをして時間を無駄にするよりはマシです。
だから私は一つの公式を教えました。そしてそのページの問題は全てその公式の応用で解けますと教えました。試しに一問解いてみせてあげました。その結果はどうなりましたか？まだ一問も解けていませんが頑張っています。はぁ、ああ、何かを諦めたかのようなため息を漏らさないでください。松島は頑張ってますよ。ん？どれ？どこがわかんねえのよ。だから全部三角関数とか。ああ、それな。あんま難しく考えることないのよ。得意分野に置き換えて考えりゃいいのよさ。例えば狙撃な。は？例えば弾丸な。62グレインの弾頭で初速は940m/s とするじゃんけ。初速かける秒かけるサインシータマイナス2分の1かける重力加速度が 9.8m/s かける時間の事情。地球の自転やら大気密度やダストなんかを無視した場合、よほどのロングレンジでなければこれで大体の着弾点は出るでしょ。出るでしょって言われても、私にはあんたが何言ってるのかちんぷんかんぷんだわよ。この程度の計算、すぐに計算できないと狙撃兵にはなれないのよ。いや、なる気ないし。つうかあんたさ、最近有事の影響受けすぎよ。でも、そのおかげで数学で赤点取ったことないのよ。悪いことじゃなくね。いや、まあそうなんだけれども、なんか頭使いすぎて熱が出てきたかも。そんな時には糖分でしょう。焼きドーナツ作ってみたけど、ここらで休憩しておやつにしてみちゃどうかな。おお、いいね、ドーナツ。ちょうど小腹が空いてきたとこなのよさ。では私は飲み物をご用意しますね。マキちゃんはミルクでいいのかな。おう、牛乳を希望するなよ。榊さんはいつもの紅茶で、あまねさんは。私も今日は紅茶がいいな。榊さんと同じのでお願い。かしこまりました。あ、じゃあ私も紅茶で。あら、松島さんも食べるの？な、何を食べちゃダメなの？ダメとは言わないけれど。そうね、問題が一問解けたら一つ食べてもいいわよ。そんな芸をするたびに角砂糖をもらうサーカスのクマじゃあるまいし。だったらいいわよ。いらないわよ。そんなに勉強するのが嫌なの？ダメなのよ、ユミちゃん。芸を教えようと思ったら、まずは角砂糖の味を覚えさせてからなのよさ。ほれ、チルチル、ドーナツなのよ。あーんしてみ。あーん、ほいさ。おいしい。だろ。ほんじゃもう一口、ほいさ。もう一つ、ほいさ。わんこそばじゃないんだから、自分のペースで食べられなさいよ。どうかな、おいしい？そうね、何かちょっとモソモソしてるけど、すごくおいしいわ。でしょ。材料費は一つたったの23円。原材料はなんとおから。おから？おからってお豆腐の絞りかすの？
そういう言い方は良くないな。おからは栄養満点、滋養強壮、疲労回復、脳の記憶力もアップ、食物繊維も豊富でダイエット効果も、まさにミラクル食材なのよ。え、本当に？本当よ。おからにはレシチンが多く含まれていて、近年ではその効果に大きな注目を集めているわね。おからだのかぼちゃだのって、アマ兄はどうしてもババ臭いものに着目すんのな。だから食べやすいようにドーナツにしたんじゃない。低カロリーで高タンパク、補助甘味料としてかぼちゃとさつまいもを生地に練り込んであるし、無敵なおやつなんだよ。美味しいし何も問題はないわ。実際スオさんはすごいと思う。かぼちゃと大豆は若いうちから食べておいた方がいいってうちのお母さんが言ってたのよね。10年後鏡の中の自分の顔に大きな差が出るんだって。おお、確かにアマネーのママめっちゃ若いのよさ。普段から雑な食生活を送ってるユミちゃんは見習うべきなのよ。余計なお世話よ。だからちゃんと食べてるじゃないの。皆さん、お茶が入りましたよ。そしてマキちゃんにはミルクね。おいやー、冷たいミルクとドーナツ、これでもう負ける気がしねえな。何と勝負してるのよあんたは。まあとにかくいっぱいあるから、そっちゃんも食べて。はい、いただきます。それにしてもいっぱい作ったわね。食べきれるの？チョコチップ入りだの、ドライフルーツ入りだのっていろいろ試してたらすごい量になっちゃったのよね。日持ちはするし、ユージが帰ってきたら食べるだろうし、全部食べちゃわなくてもいいわよ。あ、ねえ、そういえばユージは？今日は朝から見かけないけど、あいつどこ行ったのよ。お？なんだよ、ちょっと姿が見えないぐらいでもう寂しくなっちゃったのか？別にそういう意味で聞いたんじゃないし、ただなんか美味しいものがあるのにユージいないからどこ行ったのかなって、そんだけだし勘違いしないでよね。落ち着いてください、ミチル様。ぼっち慣れしている榊さんを少しは見習ってください。は？別にぼっち慣れとかしてないし、そもそもぼっちじゃないし。でしたら私の勘違いです、申し訳ありません。なぜかしら急に寂しくなってきたわ。で、結局ユージはどこ行ったの？今日は仕事で市ヶ谷に行くって言ってたのよ。迎えも来ないで自己出頭ってことは、多分またなんかやらかして怒られてんじゃね。風見さんのことです。きっと私たちの預かり知らぬところで風見さんにしかできない偉業を成しているに違いないと確信しております。風見くん、近々昇進のために社内試験を受けるって言ってたし、そのための予備サモンじゃないかしら。ああ、そういや、なんか最近ずっと部屋にこもってん、私と遊んでくれないと思ってたら、そのための資料を作ってたのね。そういうことだから別に心配はいらないわよ、スオさん。ん？別に心配はしてないよ。ユージなら何があっても大丈夫だろうし。私は少し心配です。いえ、すごく心配です。心配すぎて気が変になりそうです。それはいくらなんでも大げさでしょう。実はこの小峰幸、多忙を極める風見さんに微力ながらも何か貢献できないものかと思い立ちまして、されどインチキメイドたるこの小峰幸にできることなど
こもりきりで荒れたお部屋のお掃除ぐらいしか思いつかず、先ほど風見さんのお部屋のお掃除をしていたのですが、ゴミ箱の中からとんでもないものを見つけてしまいました。どうしましょう。何？ガビガビのパンツでも見つけたの？いえ、これです。何それ、紙くずじゃんかさ。これは裁断機にかけられた書類のくずです。そしてこの裁断くずを再現したのがこちらになります。裁断機にかけられた書類を再現ってすごいのかバカなのか。なに風見裕二の過去に関する自己報告書？それって勝手に見ちゃダメなやつじゃないの？この小峰幸、うかつにも再生作業中にその大半に目を通してしまいました。風見さんの壮絶な過去を盗み見てしまい、その自責に耐えきれず共犯者を増やそうという魂胆です。一人はみんなのために、みんなは一人のために。とてもいい言葉ですね。いやそれはダメでしょう。見ちゃダメでしょう。皆さん興味がないようでしたら再び裁断機にかけて焼却処分しますが構いませんか？それはねえ、私の方を見て同意を求めないでくれる？そりゃあ由美子は裕二のこといろいろ調べて知ってるかもしれないけど、考えてみれば私たちって裕二の昔のことほとんど知らされてないのよね。私はお兄ちゃんからいろいろ聞いてるけど詳しいことは聞いてないのよ。さて皆さん、どうしますか？相変わらずまずそうに飯を食うやつだな、風見よ。お前が本社にいるとは珍しいじゃないか。また何かやらかしたのか？冗談だ。お前、ついに昇進試験を受ける気になったらしいな。お前んとこのボス、なんて言った？あの金髪。そうそう、その人だ。お前の過去の資料と効果表を出せと言われた。構わんさ。しかし宋が一番気楽だと言っていたお前が昇進か。どんな心境の変化だ？昇進ついでにうちの隊 S に戻ってくる気はないか？まあいいさ。今の仕事に疲れたらいつでも俺のところへ来い。給料は安いし美人の上官もいないが、やりがいのある仕事は山ほどある。お、達者でやるよ。
資料番号68329、風見有事における調査書及び効果表、資料作成者ハルデラユリア。ラクーン、ハルデラクーン。ちょっとノックもしないでいきなりドアを開けないでください。それと何ですか、ラクーンって。人をアライグマみたいに呼ばないでください。ああ、すまない、少し急いでいたもので。というか一応私本部長なんだが。知ってますよ。それで何のご用件ですか。いやいや、先日の話だけどね。親父ですか。先日の話で全てが通じると思わないでください。あれだよ、ほら、風見有事の昇進に関する資料の提出だよ君。ああ、その件ですか。現在詳細な資料を作成中です。まあ、君は時間をかけすぎだよ。そういう性格なのですから仕方がありません。それに彼女からの要求は可能な限り詳細にとのことですが。風見有事の昇進に関して最終的な判断は彼女がするからね。彼女が欲しいと言うなら用意するしかないさ。人事まで彼女が取り仕切るということですか。今この国の防衛は事実上彼女が仕切っているんだよ。それは君も知っているだろう。そのためにも彼女に読ませる資料が必要になる。それこそ生い立ちから何から何まで全てをまとめた資料がね。そのために今日は風見有事本人を召喚してあります。この後本人の手による報告書を受け取り、それを元にした質疑を予定しています。同席されますか。いやー、結構。私は彼に嫌われているからね。私はいない方が進行が滑らかになるだろう。君に任せるよ。そうですか。では速やかにご退出を。今風見有事を呼びます。うん、よろしく頼むよ。一応嫌われているという自覚はあるのね。お待たせ、私の部屋に来なさい。さてと、ユージが来るまでの間に事前資料に軽く目を通しておきますか。Thank you.
入りなさい。座りなさい。コーヒーは？そう。だったら早速本題に入らせてもらうわ。今日あなたから受け取った事前資料は読ませてもらったけど、今時手書きはないでしょ？パソコンぐらい使いなさいよ。最近ではその楽さにつけ込む手段がブームなのよ。今は裁断機にかけた書類を復元する機械もあるし、昔はそれこそ人力で復元したものよ。まああなたがそれで構わないならいいけど、寮に戻ったら下書き原稿を全部焼却処分しなさい。そうね、まずは姉についてかしらね。建前上はあなたの姉の死因に不審点があるということ、本音はあなたにとって姉がどんな存在であったかということが知りたいのよ。そういうこと。